それだけでも勝てたな。どうだろう。世界は単純。ああ。覚悟は終わりだ。連携しよう。俺の見せ場だ。はあ。行かないな。事件だろう。よし、やっちゃう。畳みかける。当然の結果だ。チャンスだよ。
だ終われない。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配は入職者3名の隔離を確認。相当フェーズに移動。トレジャー様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプランいいな。ディファ、行けるか？大丈夫。
連携しよう。よし、やっちゃおう。頼む。さあ、邪魔だ。下がってから向こうに行けるはず。ほら、え、押されてる。急ぐぞ。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるか。ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。
まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからだ。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではします。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。こっちなんかあんのか。戻ってない。シンナの犬の絵だ。壁、気にしとけ。犬？中堅スタンプ。やつの鼻が向いてる方に5番マコールへの道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。シンナ相手だ。遠慮はしねえ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。まだ行けるか。まだ。
頼らせてもらうぜ。ここまでなんだ。あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。あんたの世界は単純でいい。連携しよう。待ってました。期待してるぜ。
また？昆虫パークでも作る気かよ。やってやる。なんだ女王様のお出ましか。ここまで追い打ちだ。
犬発見。鼻の向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、いけつかねえ感じがよく出てるぜ。見て、進路も一応駆除してたみたい。やる気は無視以下。何で俺の力が分かるの。適当に終わらせて帰る。場所の確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なですが。貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。がは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、
と待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。すぐ隠し通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進む。どういう意味だそれ。
ここから先へ進めると思うな。観念しろ。頼んだ。おう、任しとけ。この野郎。ほら、そっちはどうだ。行くよ。まず進むな。中継スタッフを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。離れろ。
兵器か。俺の出番だな。出番だよ。おう、任せとけ。仕事だ。
余裕だ。君たちを来るぞ。行こう。うん。こっちだ。